冬ホークスファンチャンネル、どうも小柳です。お願いします。木村大成投手、今季初先発。8月21日のね、三軍戦にて、木村大成投手が今季初の先発登板の方を果たしました。木村大成投手といいますとですね、今年の春先ね、昨年のね、8月頃からのね、リハビリをね終えて、シーズンに入ってきたんですけども、なかなか春先からね、状態の方が上がらず、ボールの、ね、出力だったりとか制球が定まらずね、なかなかちょっとね、実戦では厳しいなというね判断の方がありまして、まあ、あの本人がね、1ヶ月半から2ヶ月ほど実戦登板から離れまして、フォームのね、矯正の方をずっとフォーム固めの方をね、していたんですけども、そこからね7月に、再び木村投手がね、実戦復帰の方をいたしまして、その際はですね、主に非公式試合でねリリーフの方で登板の方をいたしまして、また復帰してからですね木村投手の長所の出るようなピッチングがね、戻ってきたかなというね、形だったんですけども、そこから今回ね8月21日に、今季初先発という、ね、ことでね、昨年はね、非公式試合で先発でね5勝の方を上げまして、防御率がね1点台だったということでね、非常にこう大活躍、そして今年にかかる期待もあったんですけども、その時の木村投手と比べますとね、だいぶ印象が大きくね変わる今回のね先発登板だったかなというふうに思います。投球結果がですね5回1失点でね白星の方を上げました。この日はですね80球の方を投じまして、最速が146キロというね球速でございました。見ていた印象としましてはね、やはり昨年までの躍動感のある投球フォームではなくね、非常にこうね、落ち着いた、洗練されたというかね、シンプルな、ノーワインドアップ気味の投球フォームから投げていたなというね形でございました。今回ね、本来木村大成投手でますね、まっすぐスライダーカーブのね投手なんですけども、今回ねそこにねフォークボールも投入して、交えながらバッターの方を抑えていったというね、形でございましたね。やはりまだね試している段階ではあると思うんですけども、フォークボールがですね、ストンと下に落ちるというよりかはちょっとスライダー気味にね、落ちてくるというね、感じですので、バッターからするとね、投げた瞬間に変化球だなっていうのはねちょっと分かるとは思うんですけども、その辺もね、木村投手もこう修正しながら、フォークボールもね、自分の球種の中に、加えていってもらいたいなというね、形なんですけどもね、今季とね春先の頃と比べてですね、やはり投球フォームのねバランスがね非常に良くなってましたよね。やはり躍動感がねなくなったっていうこともあるんですけども、非常にこう体重移動もうまくできてまして、大きくねボールが外れるね、回数もね、だいぶ減ったかなというね印象でございました。あとはねこう上半身の下半身の連動もね非常にうまく使えていたんで、やや最大の魅力であります、こうねクロスファイヤーで、投じていくね、スタイルが、こう十分ね発揮されていたなというね、そういう部分はね、ちゃんと残っていたんでね、良かったなというね印象でございます。あとやっぱ木村大成投手はね非常にフィールティングが良くてね、牽制もとても上手いんですよね。この試合でも牽制でねランナーをアウトにするところもありましたし、かなりね際どいバントもね難なく処理してね、バッターランナーアウトにしたりとか、非常にねその辺が上手いのでね、なんとかこうね無駄なフォアボールとかをね、やっぱ減らしていってもらいたいなと思いますし、それを減らすことでねよりこうリズムが出て、かなりねイニング数も伸ばしていけるかなというね感じもしますんで、おそらく今回ねこう投球フォームをシンプルにしたのはね、制球の面もあるんでしょうけど、おそらくこう疲労の方もね、ためないための投球フォームなのかなというふうに思いますんで、その辺もねちょっと考えて、ぜひねこう今後課題としてね、
木村投手こう取り組んでほしいなというね、ところであります、ね、木村投手ね今季が高卒3年目のシーズンということで、まあ、過去3年間がねいずれもシーズンをね1年間しっかり完走したことがなく、まあ、今年もね離脱する期間がねあったということなので、まあ、なんとかね来年以降はねこうちょっとね二軍の方で頭角を現してほしい年代に入りつつあるなというね、印象もあるんですけども、まあ、今期はねなんとかここから残り1ヶ月半ぐらいですかね非公式試合の方では、まあ、先発登板をねコンスタントに重ねてね、いい結果を出してなんとかこう二軍、まああと木村投手は支配下なんでねさらにその上もね、可能性があれば、貪欲にねこう狙ってってもらいたいなというふうに思います、本日の動画は以上でございます。